アルティンダラは、アルバニアティラナ出身の元同国代表サッカー選手。ポジションは、ディフェンシブハーフ。アルバニアの首都ティラナに生まれ、地元の KS ディナモティラナの下部組織でキャリアを始めた。1991年、15歳の頃に U-16 アルバニア代表として、ドイツに渡り、トレーニングキャンプのために、ハンブルク港近くに滞在していたところ、 多くのチームメイトと共に祖国へ戻ることに反対し、ドイツに亡命。最終的にフルダの難民キャンプに移住し、ボルシア・フルダの下部組織に入団した。アルバニア語しかできなかったララは、同僚やコーチと手信号で、コミュニケーションに苦労しながら2年後の1994年1月、18歳の頃に年俸1200マルクで三部を戦うトップチームと契約を結んだ。 1998年7月21日、2部に昇格するハノーファー96人移籍。7月30日の1から0で勝利したカールスルー SC 戦デビューし、この1998から99シーズンは23試合に出場した。2001から02シーズンに2部で優勝に貢献し、2002から03シーズンからはブンデスリーガに昇格以降も、 コンスタントに出場を重ね、トップカテゴリーでは149試合1ゴールを記録。2004年から2007から08シーズンまでキャプテンを任せられると、その闘争的なプレースタイルからコンプフスワーグと呼ばれ、チーム内やファンの両方から人気選手となった。2007から08シーズンはゴールはなかったが28試合に出場した。しかし、 2008から0級シーズンシーズンになると控えに、回ることが多くなり、スタメンは開幕戦を含む5試合だった。また、チームは開幕戦に敗れよいスタートを切れず、最終的に10勝しか上げることができずに終わった。ハノーファートの契約満了に伴い一度は引退を計画したものの、3月にバイエル・ミュンヘンツーと会談した末、2012年夏に自由移籍で、 バイエルンミュンヘン2に加入した。これは、ララの元同僚で、バイエルンミュンヘンのユーススカウトを務めるミハエル・タルナとによる提案だった。バイエルン2では3試合に出場したが、その後の負傷により引退を余儀なくされた。1998年1月21日、トルコとの親善試合で、アルバニア代表デビュー。2003年3月29日、 UEFA ユーロ2004予選のロシア戦で79分に、初ゴールを決め3から1で勝利した。それから3ヶ月後の2から3で敗れた、スイス戦で2ゴール目を記録。2007年にイグリターレの代表引退に伴い、オット・バリッチ監督からキャプテンに指名された。アルティン・ララ、オーネ・バイエルン・ヘタ・イヒ・ウフ・ジホー・トララ、ニヒとマルマイネ・エルターン・ベストン・ワズ。 アルティン・ララ、アルティン・ララ・カンファームズ、バイエルントランスファー・バイエルン・ミューニック、リポーテッドリー・イントークス・ウィズ・ハノーバー、S、アルティン・ララ、フォーマー、ハノーバーアルバニアミッドフィールダー、アルティン・ララハズリ・タイアード・デューツ・インジュリー。ありがとうございます。